大阪府立東淀川高等学校は、大阪府大阪市淀川区にある公立の高等学校。太平洋戦争後の復興期1955年に、府立50番目として新設された。全日制家庭で普通科で、看護医療、幼児教育の専門コース設置校。通称、川校。1955年に50番目の府立高等学校として、 設立当初、学校は建設前で、入学式は他校の行動で、授業は大阪市立に来たの中学校3階の4教室に曲がりしていっていた。2年目から現在地に移転した。設立当初、学区内では進む学校とみなされていた。しかし、1960年代の学生運動の影響で1969年に東淀川高校を逃走。 が起き、能力別クラス編成、コース制、大学受験のための講習が廃止された。以後、進路指導は、一切行わないことを、指導方針にし、文系と理系のコースわけのない時期もあった。他学区との調整校という位置づけがあり、また親の転居に伴う編入を受け入れていた。教育課程は、開校時から全日制課程で普通科を設置していたが、 平成期の少子化に伴う大阪府教育委員会の府立高等学校特色づくり再編整備計画で統廃合の対象校となり2009年に普通科総合選択制に改編されたその後2015年度に再び改編され普通科の専門コース設置校へと転換した文系理系のほか看護医療と幼児教育の2つのコースを設置している また、この年から不士通7校目の日本語指導が必要な帰国生徒、外国人生徒入学者選抜の実施校となり、外国にルーツを持つ生徒を受け入れ。なお、この外国にルーツを持つ生徒をクローバー生と呼んでいる。交渉は、淀川を表す三本線を背景として、一輪の満開の王家を配したデザイン。初代校長の小松忠夫によると、一点の影も暗さもなく、 高画清純で朝日に匂う王家が爛漫の姿を清流に映している情景で幸運の限りなきたかまさを祝っている。校歌は開港3年目の1957年に制定された。制服はブレザースタイル。2012年ブルーを貴重色としたデザインに変更された。2011年12月空調設備を一新した。 校舎は70年前の開校時以降の建物の多く、旧体新基準の既存不適格であり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2005年度から改修を行った。ありがとうございます。